こんばんは、ダンスボーカルグループエヴァダンサーでリーダーのアルファベット10番目のとこ J です。ダンサーのリトルスキートです。ボーカルのハヤトです。ボーカルのタカです。さあ、先月で2年間やってきましたエヴァラジが終了したんですが、まあ、せっかくなので4月からもね、このエヴァの YouTube チャンネルがあるということで、うん、エヴァラジを続けていこうということになりまして、今回は、記念すべき第1回目です。やった。なるほどね、うん、今回と次回は4人でお届けして、まあ、またこれは続けていこうということなんで、まあ、2にしたりソロになったり、まあ、そうなった時にまた各々のね、組み合わせの面白さだったりとか、そうだね、個人のね、その色が出る、コーナーというか企画にしていきたいなと思ってますんで、とりあえず今日は4人でおしゃべりをして、はい、皆さんはそれを聞いてもらうという、はい、ことになってますんで、はい、まあ、変わらずハッシュタグひらがなでウェバラジは続けていこうかなと思ってますんで、はい、まあ、これを聞いたタイミングで皆さんつぶやいてもらって、はい、なんで随時見るっていう形でやっていきたいと思いますんで、はい、あと今回これ YouTube なんで、あのコメントもあるから、そっちの方にも書き込んでくれると嬉しいです。そうだね、はい、なんで、今日も、この聞いてるタイミングで、つぶやきたりコメント書いたりしてください。ハッシュタグはひらがなでウェバラジです。それではまずウェバーの曲を聴いてください。レディ。今は焦るばっかで、これからの道ただ眺めるだけでも、いずれわかる時が来る。今日という日が必要だったと。まだまだ平坦じゃないけれど、挑んでこそ見える世界がたくさんある。新しい覚悟を歌うよ、今だから言える言葉あるんだ。不完全な勇気だとしても、僕らしく戦ってゆくよ。新しい覚悟を歌うよ、涙ならもう十分流したさよならが、これからを変えてくんだ。 Yes, I'm ready now、 やっと気づいたんだ。お送りしたのはウェバーでレディーでした。さあ、ということで、はい、ちょっとね、1回目なので話していきたいと思いますが、うん、まあ、どんなことをやりたいですか、この番組でってことだよね、この YouTube のエヴァラジで。まあでも引き継いでいいんじゃないかなって思ってるけどね。コーナーとかを引き継ぐ、うん、いや、なんか引き継ぐ人は引き継ぐし、あ、じゃあタカの恐怖症マイスターは 100% 引き継いだ方がいいってことだよ、ね、そう、てか、あれ、もうなんなら自然消滅してなくなってきたよね、途中からね。だって恐怖症、俺声もなくなってきてんだから。でもこれ面白いのがさ、 YouTube になってさ、ちょっと動画っぽいことできるじゃん、うんうん、実際にそれやらすっていう動画も撮れるのよ。そうだよね、あ、確かに。だって今さ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺の恐怖症マイスターはいいけど、うん、要はだってこれでさ、うん、あの公開ラジオみたいなのもできるわけだし、そうだね、そう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 、生配信もできるわけだし、そう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 、なんか結局ね、引きずるは引きずるけど、うん、幅は広がるわけでしょ。自由度は上がって上がる上がる。だからなんかテーマ決めてもいいしね、なんか喫茶店とかさ、あ、ウェバラジ、なるほどね。なんかそれがさ、なんかさ、月ごとに変わるガールになっても面白くない？そうそうそう、なんかそういうテーマでね、番組表みたいな、俺らだけの、そうね、丸一日のとかできちゃったり。もうついになんか俺ら構成台本書き出したらもう何でもできるよこれ、ね、いやでも本当にね、自由聞くから何でも何でもできるからね。何でもできるよ、ね、まあ、まあ本当に学ばしてもろて、あのウェバラジ2年間でね、いろいろ学ばしてもろて。だってさ、俺思ったんだけどさ、今こうやってなんか画面は出てないじゃない、うんうん、あの映像出てないじゃない、うん、恐怖症マイスターになった瞬間にそこだけ切り替わって、タガの映像、その話する。そういうことでしょ。一回さ、あのなんだっけ、渋いお茶みたいな、なんだっけ、あれセンブリ、あ、しいたけ、しいたけ、しいたけか、だしか、なんだっけ、まあ某お吸い物、ただ一個ね、ただ一個、ほら自由度が上がって俺らでやってるから難点が一個あるじゃん、うん、これってあの家感が出るっていうね。あ、まあまあまあね。ジェイさんなんて今ずっと携帯でしたからね。そうだよ。今あの業務連絡がいっぱい来てたから、それ見て。あ、ほら、あ、ちょっと今来ちゃう。今やるんだもん。今来ちゃうから。これだってあれだよ。あ、俺もなんか業務連絡来たな。ちょ、お前来てねえよ。お前には仕事なんて一歩も来てねえよ。お前さ、言ってるね、言ってるね、今日も言ってくるね。バチバチじゃない今日。俺あれよ。え？
いろいろ発表できることはありそうだよ。あ、そう。うん、あ、今後よかった。今後だよ。じゃあ、それはもう自分個人でブログでしてもらって。俺もう個人でアメブロ始めるから。ウェバーじゃなくて。ウェバーじゃなくて。大盛りで。大盛りハヤト。え、でもハヤトはどうすんのこのウェバラジのコーナーはさ。いや、もうゲームのコーナーをやっていきたいよね。やっていくの。あ、じゃあそれは一人でやっていきたい、ね。だってそのゲームのさ、コーナーをさ、逆にゲーム実況とかにしちゃっても面白くない。あ、一人でね、ブログの方で。アメブロ始めるぞ、お前ゲーム実況やったやつを。ゲーム実況ってなんですか。ゲーム実況やったやつを改めて解説すればいいじゃん。ああ、天才ラジで。そう、だそういうのもできるじゃない。ああ、まあまあ、やるようにもう一回言ってもらっていいよ。恐怖症マイスターはここで企画したら、ね、それは終わったじゃん。いつまでも、いつま、嫌な男だね。そんなことないよ。いや、お前なんでそっちだ。いい時はいい。そう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 、いい時はよ。なるほどね。いろんな方向に使う。ゲームのコーナーはいいかなと思ってるよ。あの、ほら、26日に大会出たじゃない。あ、出たのか。そう、出たのね。うん、まだ、あれだね、収録時は、ほら、まだ大会前なんだけど、大会とか出るし。最近なんかそういうの多いよね、ハヤトね。そう。なんか、うっかり。ストリーマーカップっていうぐらいだから、配信しなきゃいけなくて。はいはいはい。なんか、やってるよね、今。そう、一応なんか、1時間とか2時間は配信して。ハヤトのレベルはどのぐらいなの？あの、ストリーマーカップなんで、プロじゃないですよ、みんな。うん、あの、初心者が割と多いんで、その中だったら割と戦える方。あ、そう。だって、うん。何何今の今の考えたやつ何結構やってるから。ああ、うん、周りをちょっと配慮して今言おうと思った言葉を飲み込んだよね。うん、ちょっとあのやばいこと言いそうだ。ああ、家感出たね今ね。お前なんてやられちゃえばよ。本当だよ、多分ね、やられてると思う俺。まあまあ、でも1回戦で負けてると思う。わかんないけど、まあ、今のゲームは、ね、今練習。いや違う違う、5対5のチーム戦でいろいろ作戦とか連携とか、なんかそういうなんかちょっとフットサルみたいなもんだもん。そう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 、なんかちょっとしたなんか。あ、急にわかりやすくなったね。なんかスポーツみたいなもんだ。確かに確かに。そう、だからいろいろ作戦があったり、なんか向こうはどう守ってくるからこう攻めよっかみたいなことがあったり、はいはいはい、なんかそこのなんか心理戦みたいなのもあるから、うん、でそれのなんか、なんだろう、練習みたいなのはしてる最近。あ、じゃあそういうのをちょっとこう細かく説明したのはコーナーでやってみる。あ、そうね、そういうのもできたよね。なんか結局あれだもんね、うん、あのコーナーとかコンテンツごとに全部紐付けてさ、企画ができるってことですね。そうだね、動画とかも上げれるしね、うん、楽しくなりそうじゃん。いろいろできそうだと思うよ。ほんとほんと、うん、いいじゃない。ジェイさんは100万円続けるんですか？前の話も言ったけど、俺100万円だけじゃねえんだ、やってること。あれ何がありましたっけ、あと。あとはほら、川柳。J が知らない世界。J が知らない世界。そう、俺が知らない世界。ゲームの知らない世界。J が知らない世界、逆に聞いてみたいけど、何知らないんだろう、J さん。J さん。結構知らないこと多いよ。あ、でも意外とほら、俺のゲームの話とか、わかんないこと多いんじゃないですか。引き込もうってしてる人今。いや、そうね。まあ、わかんないことはわかんないけど。急に距離置いてきたな。あの、ラジオで言ってたほどわかんなくはない。あ、なるほどね。あの時はわからない、手でっていうか。ああ。よいしょするためのね。視聴者側について聞かないと。ごめんなさい。今もそうなんですけど。やってたから。なるほどね。なるほどね。まあでもさ、それもだから、なんかコメントとかもらって、うん、俺が気になったやつを調べて、まあそうね、なんかそのコーナーとかもコメントでさ、いい、ね、どういうのやってほしいか、J の体験を話していくっていう、ね、いいじゃん、なんかそういうの面白いよね。全然いいと思う。うんうん、まあウェブラジでしたコーナーはちょっとね、引き続きやっていきたいですよね、うん、せっかくこうやってその方がいいよ。そうだね、うん、ちなみにこういうのメールとかってどこに送ったりすればいい？メールはちなみにそう、メールフォームさっき決めて、あ、これもう今言います？アドレス。うん、一回言っちゃってさ。そうだね、なんかコメント欄とかに貼っといてもいいんじゃない？ああ、それはあのあれか、概要欄じゃない、概要欄、あ、概要欄ね、うん、そうそうそう、貼るけど、メールフォームとかメールアドレスは weberradio0613@gmail.com、 今回 gmail 使わせていただきました。なるほど。なんで続いて言うと weberradio0613@gmail.com、 ちょっと長いんだけど、うん、まあでもね、うん、gmail だったらすぐあのピョンって出る、ピョンって行くんで、ピョンって行くし、ね、ちょっとあの送ってもろって、あとは概要欄見てください。そうだね、うん、てかあのさ、前までそのウェバラジ、前回やってたウェバラジなんだけどさ、うん、あのメールでさ、画像付きで送ってくれてた人とかもいて、リスナーで、はいはいはい、そういうのとか、あの画像見せれなかったから前までは、でも今回さ動画になるってことで、そういうのもデータで送ってもらえれば、もしかしたらこうセミの方にポンってこういうのですよみたいな、あ、まあ、編集でなんとかなるね、そうそう、なんとでもなるんで、なんかそういうのができても面白いんじゃないかなと思うんだけど、ね、今映像ってどう出てんだろうね今ね。あ、ちょっと考えるけど、うん、なんか画像とかにする、なんか多分簡単な二重みたいなのがポンって置いてあるんじゃない。俺が基本的に多分ラジオ聞くのってながらだったりとか、うんうんうん、こういうのがあるから、ね、要はこのコンテンツっていうのは多分ラジオ1本にしてあげた方が良くて、うん、でそっから例えば後で
こういう実際のものがありましたとか、そういうあのアフターでちゃんと映像として見れるもの、うん、の中でそういうのを入れ込んであげた方が、あ、そうだね。そう、なんかどっちだってずっとそう二重がしてあるのにさ、ずっと見てるわけにもいかないから、うん、なんかそこはちょっと配慮してちゃんとラジオこれでやって、あ、じゃあそれこそちょっとなんかそのタグ付けしてそのツイートを画像でつけて貼る、うんうんうん、とかみたいな、とかみたいなことでもいいか、なんかそういうことでもいいと思う。はい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 、なんかそういう感じでやってこよう、ね、これはやっていけたらいいよね、ラジオちゃんとウェブラジとしてさ。そうだね、いいと思う、いいと思う、はいはいはい。だからあれだよね、普通に気軽にメールとか送ってもらってさ、こういうのやってほしい、ああいうのやってほしいで、多分自由度がより増したから、うん、いろいろ多分 ね、みんなからのその要望も答えられると思うんで、うん、そのメールにぜひメール送ってもらって、なんかいろいろねやれたらいいんじゃないかなと思うけどね。はい、そうしましょうかね、うん、だからいつも逆にさ、うん、あの時何話したっけね、どん時、なんかあ、ラジオやってる時、そうそうそう、いやもう皆さんからのメールに頼ってたあやかってたんだっけ、今こうなってね、ザ・フリートークみたいな、ラジオってそういう感じだから、まあまあまあそうだよね、まあ、まあ、うちらはフリートーク系のラジオしないから、メールをもらって、だからじゃあ最近それこそほらね、いろいろ、うんうん、まあ時期的にはこう、まあ、まだこう外にはなかなか遊びには行けない、まあまあ難しいけどね、最近は何やってるんですか皆さん、なんか今日会ったの久しぶりというかさ、あ、まあなんか言うてね、そうだよね、そうそうそう、なんか4人集まるのって結構久々な感じするもんね、そうね、何やってたかな、俺はでも結構配信とかそのゲームの練習とかそういうのが結構多かったかな。多かったよね、うん、で、あのそのパソコンの e スポーツ関係のその何コーナーみたいなとこ行って、うん、キーボード、ゲーミングキーボードみたいな、ゲーミングマウスみたいなの買って、はいはいはい、なんかちょっと強くなったっていう。なるほどね、もうそれは何が違うの普通のキーボードと。あ、まあね、あのなんかクリックし押しボタン押した時のあの打鍵感が違ったり、打鍵感、あの押した時のカチッっていう音だったり、なんか押す時の感触がちょっと違うの、うん、それは普通のキーボードでは性能はなんていうの、あ、全然違う、あのなんかゲームに対して変わらんの、ちょっと押しただけで反応したり、なんか押す深さによってもなんかちょっと深く押したら反応するようにするキーが作れたりとか、あ、そういうのもゲームが強くなれるんだ、そう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 、へー、そう、ゲーム用の、あとめっちゃ光る、あ、でもゲーミングデバイスとかなんかそういう感じだよね、めっちゃ光る、光るよな、ここでしょお前見た目のねそう、めっちゃ光るで、かっこいいよ本当に、分かる分かる、だからいい、ね、わざとあの部屋の電気真っ暗にしてゲーミングキーボードで、悪くなるよ、ごめんなさいお父さんみたいな、目悪くなるよ、ごめんなさい、でも着々と悪くなってる、着々とね、あのゲーミングアイウェアっていうのもあってメガネがあるのよ、ブルーライトカット的な、でもねレンズ見るとねなんかちょっとねデコボコしてる、なんでなんかわかんない、ザラザラしてて、そういうのをさ調べてさ、うん、じゃあ食いつきな、うん、ハヤトの知らない世界だよ、いやいや、お前が知ってなきゃいけないんだよ、なんなんね危ないから相変わらずだった、そういうのはあんまりこううかつに言っちゃうと危ないから、危ない、危ないから、多分カット、そうなんですね、ジェイさんはそれこそ梅坊が終わって終わったのか、終わって全部回ってきたの、終わってフーってして、フーってする時間なかったね、なかったの、もうインスタにもねずっとね写真いっぱいあげてて、ね、俺の写真なんか一個も出したことないくせに出すか出すか出せよそんな、本当に楽しそうだったんだな、楽しそうだね、楽しそうだった、楽しかったんだろうなって思って見てた、ピンクの衣装着たりね、青い髪になってたりね、うん、でもあれよ、梅坊の3月地方に行く時にはもう、うん、J プレゼンツの噂を聞かされてたから、うん、それが片隅にずっとあって、これはそうだよ、ね、やんなきゃいけないんだなっていう、あ、だからゆっくりできなかったね、ずっとやんなきゃいけない、遠回しに今会社の文句会社のはもう直接言ってもらって、まあ言及ということそうだね、言及言及はやばいし、言及ということで、うちの事務所やばすぎまあでも楽しかったね、うん、楽しそうだった、楽しそうだった、うん、楽しそうだった、みんなにマスクあげてね、サインのね、じゃあ、あれは欲しいって言ってくれたから、え、欲しい、あげるわじゃん、本当に、え、今あんの、今あんの、なんなら名刺代わりに持ってるから、あ、なるほどね、そういうことね、いつどこで、いつどこでほらちょっと待って、そうそう、名刺代わりにマスク配れて何、いやでも最近いいんじゃない、最近いいんじゃない、このご時世だからね、まあ、まあ確かに、めっちゃ探してるやん、自分の名前ね、マスクに書いておいて超ダサいやん、ね、メールアドレスとか電話番号とか書いて、もしウェバラジの電話番号書いておけんじゃない、うん、俺じゃあハヤトのあの携帯の番号頭悪いんかプライベート頭悪いんか、も
あと実家の電話番号。やったー、え、本当にもらってる。ゴチ、本当だ、ゴチよ。じゃあ俺そこにあれ書いてやるよ、お前の電話番号。いやいや、実家の電話番号。どこにサイン入れんの？お母さんの名前書いて。なんでお母さんの名前書いて。なんで〇〇の名前入れんの？あと家族構成書いて。なんで家族構成書いての話が出さなくていいの？あもろ、大森の話ええねん。言ってるやん自分でも。もういいよ、いとこの名前まで書いておいて。言うな言うな、の話言うな言うな、名字まで言うな。え、いつどこでなるかわからんのよ。多分喜んでますよ、聞いてて。喜んでる、聞いてるかな。やっとちょっとジェイさんからマスクもらったから開けますよこれ。大丈夫それ、サインと見せかけて普通にコンビニで買ったやつじゃない。袋だけ入れ替えといて。そう思うじゃん、うん、ちゃんとサインって書いてある。サインのサインが入ってるわ。お、いいこと言いそう。ラジオで絶対会っちゃいけない。本当にラジオでじゃダメだよ。本当に本当に。でもこれ質感めっちゃいいね。質感なんかすごい、え、しっかりしてない？こんななんかしっかりしてると思わなかった俺。ごめんなさい、ちょっと舐めてた。ちょっと舐めてた。え、ちなみにこれはあの販売してるやつ？してるやつ。やった。ええ、これ後で請求されたりしないよね？え、全然してもいいよ。え、ちょ、全然してもいいですよ。ちなみにこれって買えるの？マスク、サインのマスクって買えるの？あ、購入することはできるってさっき言ってたよ今。買えるね、うん、いくらで？2枚セットで。びっくりした、2万円って聞こえてる。俺もびっくりした、びっくりした。今焦った、ドキッとした。これ一回外そう、今マスクしたんだけど外そうかな。ハイブランドって。2枚セットで、2枚セットで確か3000円ぐらいだった気がするんだよな。3000円。ああ、で、これ何、洗えば使える？洗えば使えるやつ。どうやって洗うの？ちなみにマスクって。俺は洗濯機にネットにぶち込んで洗濯機で洗ってる。まあ、あとは洗面器に水入れて洗剤入れてそこに10分ぐらい浸しておけばちゃんと洗う。俺こういうのもさ、使うの嫌でさ、うん、いちいち変えちゃうの。あ、布系のね。そう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 、うん、あ、まあまあ使い捨てが楽だしな、そんで。確かにね。でもいいの。あ、欲しがってるよ。何色多い？あ、 え、そんな色あんの？2色あるの、うん、今白と黒しかないけど。あ、じゃあ白と黒がいい。なんで3000円払えお前。なんで2枚セットでもらおうとしてんの。え、俺は何色がいい。え、俺白がいい。あざーす。あ、でも白のやつは黒いサインって書いてた、ね、黒、そうそう。黒は1個に白。欲張りが、欲張りが出てる。じゃあ後で黒は買うわ、ちゃんと。いや2枚セットやって言うてんねん。え、2枚セットで3000円でしょ。え、だから、ああそういうことね。そうそうそう、1枚じゃ買えないの。買えない。あ、じゃあ3000円は後でも払う。あ、後で1500円はすよ。そうだよね、うん、タカは1枚で3000円ね。体だけにしてくんない？でかいの。俺そこまでなんかね、嫌だよね。もう自分からもういじってるよそれは、ね、だって俺も嫌だもん。なんで正直。は？リアルハーデだね。もうなんか嫌になってきちゃった。なんで嫌なんかラジオで聞けないハーデだけど。なんかのハー？あれはスキーと何したの？え、俺はそれこそ YouTube のことだったり、 YouTube が多いかな最近編集。結構なんか打ち合わせしてたよね、いろいろね。そう、あとその一人で一人で打ち合わせはやばいと思うよ。それ考えてるんだよ。それ考えてるんだけど、ただ考えてるだけだからね。うん、そう、あとその事務所のまあ普通に個人の仕事もあったりして、なんかそういうな、だから最近踊ってない気がしてて。マジ？いいな、個人の仕事し。いや、それはもう言うてもろて。やべえ、今俺研究から対象になってる。でもタカ梅坊出たいって言ってたよ。悪意あるわ。ちょっとどのパッケージなんだろうな、う梅坊で言ったら俺酒飲み、酒飲み、ね、タカって酒飲みの役しかやってなくない？そういえば、あ、バレンシアだって酒飲みやん。え、でもあれは、あとはごめん、それだけだったわ。でも一回、でも一回なんかボーイみたいなやつやったよね。え、あ、やってた、ボーイみたいなやつやったよね。ただのさんのやつで爪しぼ頼んでたやつ。あーあ、 あれは違うもん。だって俺あれだよ、パパイヤさんの後輩なんですって言おうとしすぎてセリフ集めでパパイヤさんって言っちゃった。もう大爆笑よ現場。面白すぎるよね。何パパイヤさんって。えって言われたんでしょ。あれ、時が止まったもん。時止める天才かよ。誰も予想してないから。だってパパイヤさんって言うと思ってない。自分も予想してなかったでしょ。だってあれって頭で回りすぎてね。そうそうそう。じゃあ今後はそれでやっていくと。今後はパパイヤさんって言ってくる。純粋すぎるよな、頭が。いや、でもさ、パパイヤさんで今あれだったけど、こういう
さラジオにもさ、もしだけど機会があったらそういうゲストとかも呼んで。そうね。あのだってうっかりさ、俺 YouTube やってた時行き当たりばっちりっていうのやってて、パパヤさんうちに遊びに来てるから。そうだよね。そうだね。家に来てんだよね。そう、家に来てんの。どんな気持ちだったのパパヤさんが家に来てんの。謎よね。家にパパさん。家が狭く感じたんじゃない。あ、いや、まあ、アフロでね。アフロじゃないけどね、別に今はね。本当になんか家にパパヤさんいるの謎すぎる。パパヤさんのあのロゴあんじゃない。まあ、あるね。俺今後あれタトゥーで入れるから。どのタイミングで入れるの。どこに入れる、ちなみに。背中にでっかく入れる。いや、酔うんだ。白ひげ海賊団の時のエースみたいなことすんな、お前。酔うんだ。だけどそれはそれで。親父っていうの。親父。愛してくれてありがとうっていう。もう死んじゃう。名シーンかよ。死んじゃうし。だからパパイヤさんとタカでその名シーンすんな。どっちかっていうと黒ひげだけど。そうだね。パパイヤさん。ジューー言うてね。何の話？何の話する？やっぱそのハヤトのね、そのクオリティは変わんないよね。いいよね。うん、だって、いいよね。いいよね。だって、場所が変わってるだけだもん、だって。なんか無理やり着地してくれるよね、うん、話の。そうそうそう。着地してんのかな？着地っていうか、なんか。不時着？不時着？お前、流行り入れてくんの？愛の不時着は何してた？タカは、基本、食って寝て。酒飲んで。食って寝て、酒飲んで。あれを飲んだの、その、あの俺のさ、誕生日のイベントの時にさ、ああ高殺しもらってたじゃん。あれでも飲んだ、飲んでなさそうだな。あの、番組中だけみたいです。ああ、なるほど。いや、そんなことないですよ。飲めるタイミングがあったら、飲みます。まあでも家では飲まないんだっけ。いらっしゃいませ。予想してたのよ、うん、そうそう、これはね、そうなん、今だって事務所で撮ってるから、そうそうそう、来たらどうするっつって、そうそう、予想はしてた。だいたいみんなでいらっしゃいって言おうし、しかも第1回目でこれが来るところは幸先じゃないですかね。幸先か。でもさ、いらっしゃいって言ったらエンビガブリエラ。いや、それはもう捉えようなんだよ。いらっしゃいってなったらエンビガブリエラね。言い方なのよ。完全に本当にね。いやー、もうこんな感じでやっておりますけど、もうそろそろもう一曲いっとく。あ、もう行きます？そうですね、行きましょうかね。もうでも言うても20分ぐらい喋ってる。この YouTube のコメントとメールアドレス、うん、言ってください。わかりました。皆様のいろんなメールお待ちしております。アドレスは weberradio0613@gmail.com、 詳しくは概要欄に載ってますので見てください。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあここで楽しい曲1曲いこうか。そうだね、しましょう。はい、じゃあ weber でイエローサンライズ。最高、決めてくファッション、ここから始まるロケーション、全てはこの街のフィクション、手を取り走り出せ。いつかは叶えたいパッション、思いを詰め込んだミッション、準備は OK セアクション、チャンスはそこにある。夜更かし響いたミュージック聞こえる、消えないで。 1,2,3,4,5,6,7 時を超えてく Fly away、 願いをかけて Cast away、 思いを込め届け Face、 未来の先を Win the way、 羽ばたいてゆけ Fly away、 遥か空へ Cast away、 輝く時の中 Play、 未来の先を Right awayはい、お送りしてきました。ウェバーのウェバラジエンディングです。はい、エンディングです。そんなんじゃなかったろ。それではここでウェバーのエンディングです。あ、仕事人間。はい、まずは5月15日に対バンがあります。はい、大阪、これは英語で読んだ方がいいのかな。15 to 15th とかだった気がするよ。 15th、うん、スペシャルライブ、ウェバーバム、はい、ツーマンライブということで、2021年5月15日土曜日、大阪梅田トラッドにて、行います。そして、翌月6月は全国ツアーします。やったやった、念願の無事できますようにということで、ウェバーライブツアー、シャープウェバー2021ということで、うん、4都市いきますね。4都市、6月12日土曜日福岡ドラム B1、6月19日大阪バナナホール、バナナ、6月20日日曜日名古屋ボトムライン、おお、久々です。懐かしい。6月26日東京は、ビーツ渋谷、27日も東京でビーツ渋谷、東京は 2days です。はい、そして、6月13日福岡の翌日ですね、私たちウェバーの結成日にファンクラブイベントを決定しました。やったー。福岡の次の日だね、ツアーの。
さっき言ってた、言ったか。ライブ行って翌日一緒に楽しめたらいいなと思いますので、はい、4月9日申し込み開始です、うん、でそんなファンクラブですけども4月にリニューアルオープンするので、はい、ファンクラブ詳細は発表しますので、はい、ぜひぜひサイトチェックしてください。お願いします、はい、さあそれとですね、ファンフォトっていうのを僕らやってまして第3弾発売決定しております。ウェバーライブフォト第3弾2018これ見て6月の全国ツアー待ってねスペシャル。なるほど、もう思いが込めた。ファンフォト1弾2弾があったことどれだったかなやってたやん、やってたのよ、やってたよ、やってたのよ。この申し込みが4月1日の木曜日から26日月曜日までとなっております。はい、全ての詳細サイトに載ってますのでぜひチェックしてください。ということで、はい、皆さん一発目どうでしたか。いやでもなんか家感あってよかったんじゃないでもなんかその前のウェバラジは引き継いでるよね、うん、やっぱりね、うん、なんかでも引き継いでるけどなんかそれになんかより自由度がこう乗っかってきたから、ね、多分、まあ、自由度というかこうなんて言うんだろう、場所も変わったし、うん、なんかね、うん、自分たちでやるから、うん、基本的になんかこう安心感もあるんじゃない。そうだね、まあ、楽しいながらに責任感持ちつつね、そうね、うん、まあ、あとは皆さんからのコメントとか皆さんからのメールがあって、うん、またちょっと変わってくるのかなと思いますんで、はい、まあ、来週もメンバー全員集合で、やりますんで皆さんぜひ聞いてください。ウェバのウェブラジ、ここまではウェバのダンサーリーダーのジェイと、ダンサーのリトルスキッドと、ボーカルのハヤトと、ボーカルのダーカでした。それじゃあウェバーイ、ウェバーイ。明日目共に駆け出した